リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリンドです。はい、この動画は、いつもよりストックせず、すぐ上げていると思います。なので、Facebook との方が先にちょろっと早く上がってると思います。なので、Facebook でお世話になっている皆様、こちらよかったら最後までご覧ください。そして YouTube 向けとして、ご挨拶です、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして各種 SNS ですね、 Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。ということで本日の本題です。はい、ということで本日の本題はこちら。はい、 iPhone 14 Pro を購入いたしました。まあ、うよ曲折あってね、ちょっと今回購入できる運びになったんですけれども、機種を変えました。はい。で、もともとですね、iPhone 11 Pro の、こちらの緑をですね、ずっと使ってたんですけれども、今回紫が出たということで欲しいなというところ。あとは、画素数だったりっていうのがかなり上がっていて、マックスで4800万画素で撮ることができるっていうところもあって、そちらでちょっと購入したっていうところでございます。まず画像比較として一応2枚、今アップしておきますけれども、左側が、元々の、こっちで撮ったものですね。左側、そして右側が、iPhone 14 Pro で撮ったものになっております。で、こっちの4800万画素の方が、やっぱり結構くっきりと撮れていますね。うちのリントちゃんのフィギュアをね、撮ってるんですけれども、かなり違いますね。はい。この違いにはちょっと驚きました。はい。結構ね、しっかりくっきりと映って、私的にはもうカメラの性能時点で満足しております。はい。そして次に、接写、マクロ撮影ですね。マクロ撮影したものも、今真ん中に、アップさせていただいてるんですけれども、うちのパチちゃんを接写で撮影させていただきました。すごいとしか言いようがないですね。このくらいまでマクロ撮影できると、本当にいろんなところを撮影できるなと思ったのと、動物ちゃんたち、うちのペットちゃんたちを撮影するときにはもう iPhone だけでいいかなってところですね。変にデジカメとかは必要ないのかなと。まあ、デジカメで撮った方がいい場合もあるとは思うんですけれども、私の場合はもう本当に、この iPhone のみで YouTube の撮影っていうのはいけるんじゃないかなと思っております。はい、そして最後になんですけれども、最後にともう2個機能としてね、変わったところであったんですけれども、iPhone 11 Pro には付いてなかったシネマティックですね。使ってみたんですが、シネマティックに関してはうまく、私がまだ使いこなせていないので、その動画は一旦なしになります。うちのセーブシシバナヘビのサナちゃん撮ったんですけども、ピントが合ったり合わなかったりっていう感じで、シネマティック何かっていうと、ポートレートを動画でできるっていう感じなんですよね。なので、後からピント調整っていうところ、被写界深度っていうところを変えて、ピントをね、合わせるっていうところを、まあ、オートフォーカスしたりっていうところもできるんですけれども、そういう部分で使うものになりますね。で、実際、動画上でそこまでシネマティックで撮ることはないんじゃないかなっていうふうに私は思いました。で、次に最後1枚だけアップしていくんですけども、こちら、ポートレートですね。先ほど言っていたポートレートでうちのリントちゃんと、仮面ライダーのフィギュアをね、少し撮らせていただいたんですけども、iPhone 11 Pro の時についていた、ポートレートに比べると使いやすくなったなっていうのが私の印象です。なかなかポートレート iPhone 11 Pro の時私使いこなせていなくてですね、いい感じに背景をぼかすっていうのができてなかったんですけども、今回これに変えてからかなりいいなと思っております。何回か動画とか、動画じゃないや、写真撮ってるんですけれども、ポートレート扱いやすくなりました。はい、っていうところですね。あとは重さに関しては、まああんまり変わらないかなと。まあちょっと重たくなってるような気はします。まあそこまで重さ測ってないので何とも言えないんですけれども、
はい、そんなところですかね。あのカメラ機能以外に関しては大きく変わったことっていうのは私の中ではないかなと思ってます。やっぱりカメラが一番性能としてあの振れ幅が大きいなと思って見ております。うん、で、あの容量自体は私小さくなっております。もともと256GB だった、あ違う、256GB だった、ここに書いてるのにね、 256GB だったんですけれども、今回は 128GB 1ニッパのものにしました。理由としてはあのもともと使っている、まあ今もう撮影で使ってますけれども、この iPhone 11 Pro 自体は手元に残るので、あの2台使いにしようかなと。でテザリングでこっちにつなげて外で使うときはってことですけどね、あのテザリングして iPhone 11 Pro も使えるようにっていう2台持ちに変えようと思っております。で、まあ、こっちに入っているものでわざわざ映さなくてもいいデータとか動画データとか写真データとかいろいろあるんですけれども、あとゲームのデータとかですかね、まあ、あるんですけども、それはもう元々のiPhone 11に残しておいて、よく使うアプリとか、よく遊んでるゲームだけこっちの iPhone 11 Pro、あ、違う、iPhone 14 Pro に移したという状態になります。で、iPhone 14 Pro にして、お色がね、パープルが来たので、もうパープルでまあ満足ですよ。で、今回、まあ、カバー、このちょっと濃いめのパープルにはなってるんですけども、本体カラーのパープルってこういう感じのメタリックなんですよね。あのちょっと見にくいですけれども、あのもうカバーしちゃったんであれなんですけども、あのどちらかというと結構ダークなパープルで、ちょっと見え方によってはシルバーに見えるかなっていう背面なんですね。なので背面を別に隠れてもいいかなと私は思ったので、背面を真紫のちょっと濃いめの紫のケースを Amazon で見繕って購入いたしました。これがいくらだったか、2000もしないぐらいだったかな。でこの色にした理由は、うちのリントちゃんとおおよその色が合うものにしました。あのもともと私紫が好きなのもあって、で今回紫っていうのもあって、紫のケースが結構出てるんですよね。なので今回この紫のケースにいたしました。こんな感じね、フィギュアのこの布と見比べると同じような感じのお色でしょう。はい。で、後ろの このカメラの部分には、もうカバーを上からはめました。カメラか、あの、レンズカバーっていう感じですね。で、レンズがですね、でこぼこしてるんですよ。あの、全部独立したレンズになってて、で、この隙間がね、あるんですよ。この丸と丸の間っていうのが。で、あの、ラウンドしててっていうので、フラットじゃないんですよね。なのでフラットにしたいなと思ったので、つけました。ただ今回やっぱり、まあ、皆さんもおっしゃっている通りではあると思うんですけども、カメラはね、かなり出っ張ってますね。うん、びっくりするぐらい出っ張ってますね。はい。こんなに出っ張るかよと思っておりました。はい。で、今回このケースは、マグネットをね、そのまま使用できるようにと思って、ここの、あのものはこういう感じのマグネット式のものを使ってます。まあといっても、あの別途マグネットを貼ったっていう形なんですけど、はい、こんな感じでね。でこれだとこういう感じでね、あの使えるっていう状態でいいかなと思っております。これだとこういう風な感じでね、立てて置いといたりっていうことも、あのすげー不気味な角度で、こんな角度で絶対使わないけどね、こういうこともできちゃうんで、はい。で、あの、バンカーリングとしても使えるんで、あの、横にこういう感じで持てば、こういう感じでね、バンカーリングとして使用することもできます。はい。で、元々の iPhone の方は、今画像でお見せしようかな。どこに行った？ありました。はい。こんな感じの、もうなんか画面普通にベタベタ触ってるんで、指紋とか、あのついちゃってますけれども、はい、こんな感じの iPhone なんですね、元々の iPhone。てかこうやるんじゃなくて写真アップしておきますね、写真ここに載せておきます、はい、っていう感じになっていたので、あのそちらの方で使っていたっていう感じですね。で今回これを購入して、あの今まであの使
わなかったというか使いにくかったんですけども、あの今の写真見てもらうと分かるんですけど、バンカーリングそのまんま貼っつけちゃってるんですね私。あのこういうマグネット式のものを使わずに、なのでまあなかなかなんだろう、こういうスタンド的なね、あの充電器持ってても、あの一回スマホカバー外しておかなきゃならないんで使いにくかったんですよね。なので今回マグネットにしました。はい、そしてマグネットにしたことによって、こういうねスタンドだったりとか、これあの魔法陣のやつです。あの一時期あのツイッターとかでバズってましたね。はい、で最後はこちらちょっと使っていこうかなと思います。ちょっとこれのために、ね、セットアップをしました。はい、これね、これいいのがね、これパコって取れるんで、このまんまなんかどっかに置いておくっていうことができるんでいいかなっていうところです。ただね、一個だけ問題点があって、これラウンドしてるのもあってですね、ポンって置いた時にですね、なかなかこういう置き方のタイプだと、直接つけるタイプじゃない充電器だと反応が悪いです。あのこっちのタイプだと直接ここにね、あのポンってここが接触するので、あの充電されやすいんですけれども、あのこういう置き型のタイプだとこの出っ張り分少し離れるんですよね。なのでちょっと反応がたまに悪いです。そこだけご了承いただければと思います。じゃあ最後に置いていきますよ。いけるかな、ドン。充電されてないね。なんかね、ちょっと使いにくい、やっぱり結局のところ。よいしょ、これでどうかな。いけてないね。あ、いけた。あれ、いけたけど音鳴らないぞ。 NG ですね。はい、まだちょっと使いこなせてないんですよ。もともとの iPhone だったら普通にポンって置いたらいけるんですけど、これちょっとこの部分がね大きくて、ほっ、こんな感じでね、音が鳴るようにいたしました。今ね見たら、あのメディア音声自体がね、あの小さくなってました。あのメディア音声っていうのは、あのこれですね、これ、この音声によって、あのショートカットで音が鳴るように今変えているので、あのその結果ですね、さっきあの一番下まで下がってたので、メディア音声が、なので全然鳴らなかったっていう状態ですね。で、あのサイレントモードは外してたので、充電器に置いた時のポンっていう音だけ鳴るっていう状態でした。はい、あとは魔法陣以外だと、これだとね、まあ一番使い勝手がいいんじゃないですかね。よいしょ、はい、他が一番反応がいいですね。あの変に浮かないんで、でショートカットの音声が鳴るっていう感じですね。はい、あとあのわざわざちょっと録音してまいりました、あの自分のドラクエのリントちゃんにザオラルをわざわざ自分のドラキーにさせて、一回ドラキーをですね、あのフィールドで、あの亡くなっていただいてっていうのもひどい話なんですけど、亡くなっていただいて、その状態で、亡くなった後に、フィールドの端っこに行って、音の鳴ってない場所で、ザオラルをして、その音声をこっちに持ってきたっていう状態ですね。何をやってるんだっていうお話でございます。はい、
っていう感じで、ね、今回はこの iPhone、14 Pro 購入しましたよっていうお話でございました。今のところすごく使い勝手がいいです。配信自体もウェブカメラでうちの子のペット配信っていうのをねちょこちょこしてたんですけれども、それも変えられるなと思って、それこそ今持ってるこっちはこっちで使って別途iPhone を接続して、今使ってる iPhone ねを接続して、それで配信時カメラもあとマイクもそっちを使おうかなと思ってます。それはまたテストしながらやっていこうかなと思っております。はい、ということで、少しだけ Facebook に先に上がってるとは思うんですけれども、そんな感じの動画でございました。はい、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok のフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。